一番栄えてるのはこの辺りか。よし、何が始まるの？さあ、楽しい人形劇の始まりだ。あ、動いた。なんだこの人形、歩いた。すごいだろ、うん、歩くだけ、うん、あ、アイス溶けちゃうよ。おやば、あの仕掛けって食べよう。早く、ゆきとさん、何してるの？早いな。ねえ、何してたの？別に。男の子たちと何かしてた。学校は？終わったよ。終業式とホームルームだけだもの。それよりずるい。私とは遊んでくれなかったのに、男の子たちとは遊んでた。仕事をしてたんだ。仕事？男の子たちと？俺の仕事は子供相手のものなんだ。子供相手、どんな？教えられるか。どうして？学校終わったんならさっさと帰れ。顔、痛い。どうしてブツかな。お前の母親に言われたんだよ。その口癖言ったら殴ってやれって。そんなこと聞かないでいいのに。分かったら帰れ。どうしても。ダメだ。見せてくれたらお小遣いで好きなものをおごるのにな。仕方ないな、そこまで言うんなら。これあの時の人形。見てろ、動け。わ、人形立った。歩くぞ。本当だ、歩いてる。こうやって芸をして子供を楽しませる。俺の母親もこれをやってた。俺もそれを引き継いだ。あ、カラス。待て。ん？俺は誰の頼みを聞いて芸を見せてるんだ。私。そうだ。でもね、カラスは逃げるから先に触ってくる。カラス。羽黒い。俺の芸は後回し。おいでおいでおいで。あ、やっぱり逃げられちゃった。あれ、なんか元気ない？いや、別に。ああ、ユキトさんの芸の続き。いや、もういい。終わり？なんか感想あるか？すごい？なんで疑問系なんだ。すごい。他に感想ないのか。すごい。お前バカにしてるだろ。うん、本当にすごいよ。これはすごいんじゃなくて面白いものなんだ。え、笑わないとダメなんだね。あれ、落ち込んでる？これで商売やってんだぞ。ああ、でも子供たちは喜ぶんだよね。一様に真顔だな。でもそれで稼いでるんだよね。小銭をくれるのはその親たちだからな。じゃあ面白くない？お前には二度と見せない。わ、どうしてそんなこと言うかな。ここまでケチョンケチョンに言われたのは初めてだ。だってなんか普通に歩いてるだけだったし。でもすごいよね。どうやってるの？糸かな。宝術だ。宝術？手品みたいなもんだ。種も仕掛けもないけどな。本当？俺の家系に引き継がれてる力だ。すごい。昔はもっとすごい力があったらしいけどな。今や人形を動かすことしかできない。しかも人を楽しませるユーモアもないときた。この力は俺の代で終わりだろうな。もしかして私が終わらせた？その一端は担ってるだろうな。でもユキトさんの宝術私好きだよ。人形さん動かせるんだもんね。
ユキトさん、それ見終わったら遊ばない？何をして？トランプ。宿題はないのか？うん、ある。宿題しろよ。じゃあ宿題したら遊んでくれる？あ、やられちゃった。ま、こんなとこだろうな。あ、お母さんだ。また酔ってるのか。ただいまや。頑丈だな。うん、居候はまだ寝てないやろな。この通り。ふん。飲もっか。あのね、お母さん、ユキトさんすごいんだよ。すごいことできるんだよ。なんや？二度とやらないと言っただろ。どうしてそんなこと言うかな。なんや、ええから見せんかい。わかったよ。やった、お母さん強い。けどこれが最後だからな。人形やな。動け。おお。どうだ。あ、みすず、これ落ちないんか？うん、ない。あかん、こいつセンスないわ。でもすごいよね、種も仕掛けもないんだよ。そんなん関係あるかい。糸で釣ってるんが見え見えでもおもろい方がええわ。納屋で寝る。わ、自ら納屋に行こうとしてるし。別にそんな才能なんてなくてもええやん、イソロ。死活問題だぞ、俺にとっては。あ、ミスズ眠いんか？うん、ちょっと。それやったらほら、ここ。ふーん、膝貸してるから寝てええよ。何言ってるの？子供じゃあるまいし。もう寝るね。おやすみ、ユキトさん、お母さん。嫌われてるんだな。うち親なんかに向いてないね。それは見ればわかる。あの子も変やしな。変って、自分で産んどいてひどい言い草だな。産んでへんよ。母親が産まないでどうやって生まれるんだよ。ある日ふっと現れることもあるんや。なんだそれは。でもあの子、あんたが来てから元気やわ。そうなのか。できたらずっと友達でいたってや。